はい、今日は商品の宣伝をさせていただきます。ワンセグエコー TV です。こういうふうに回すと充電ができて、電池がいらないというようなものです。手回し充電ですね。手回し充電、まあ、乾電池でも使えますし、 AC で充電もできますし、 USB にも充電、この機械に充電させたものを USB 経由で携帯電話とかいうのもできますんで、オートチャンネルで選曲楽々、これテレビとかラジオですね。で、スマートフォンが充電できます。非常時に役立つ LED ライト、充電式乾電池にも対応、省エネモードで搭載、省エネモード搭載というような内容です。こんなパッケージですね。この裏もちょっと見てみましょうか。見えるかな。こういうようなものですね。ちょっと、はい、こんな感じです。では現物を見ていただきましょう。これが現物です。逆さですね。ここのところをこうして、ちょっと回して充電するようなタイプになっています。充電するときはここをダイナモモードにしてあげて回す、ちょっと回しただけで使えるみたいですね。ちょっと回してあげて、あと次はこれが邪魔になるんで、こういうふうにきれいにしまうと。で、ライトまずやりましょうか。ライトこんな感じですね。部屋が明るいんでね、ちょっと分かりにくいんだけど、結構これは明るいライトになりますよ。ほらってな感じですね。でライト止めて、ライトの使い方ね、これでこういうふうに下にするとライトになります。ここで電源ですね、オフオンにして、ラジオもこれから聞けるけど、ラジオにしちゃうと著作権の問題で放送ができなくなるので、テレビもここで映るんだけど著作権の問題で映せない、残念ですね。あとイヤホンさせるんですよ、ここからね。イヤホンは初めからこういうふうなイヤホンの付随してます。そうです。付随してるのがこれですね。コンセントのこれですね。コンセントの。で、この USB でここに、これ充電もできます。充電もできるし、ちょっと音うるさいからオフにしますね。電源これですね。電源がこれになります。ダイナモンの時に充電して、乾電池使う時は乾電池にしてもらって、ここに乾電池を入れてあげるんですね。こうよくあるタイプですね、これ。今乾電池入ってないのになってるっていうのがよくわかりますね。充電で動いてるという、充電で動いたということが。サイズ的にはこれなんで、非常時には非常に便利ですし、電池いらないんでね、便利、安いというのがこの商品になります。アンテナもちょっと伸ばしてみましょうか。ピヨン、こんな風にアンテナ、これね、こういうふうに縮んで、こう収納ができるようになっています。ぜひお買い求めください。